皆さんこんばんは、ナナです。今日は GU、そしてマウジーだったり G ナシスで購入したものを紹介します。それではビデオスタート。はい、早速なんですけど、こちら、これはジーナシスで買ったトップスになります。もうかなりビッグシルエットになってるんですけど、可愛いんですよね。結構空張りもあって迷ったけど、結局白にしたやつです。これね、めっちゃ気に入ってます。着やすいんですよ、とにかく。ほら、似たようなのとかって結構安いのとかでも売ってると思うんですけど、なんかね、これやっぱ生地がちゃんとしっかりしてるし、あと重くないもう丈感っていうのがなかなかあんまりないかなと思って、やっぱ安いのだともうちょっと短いタイプが一般的かなと思うので、まあ、ちょっとお値段はしちゃうんですけど、可愛くて買ってよかったなって思いました。はい、続いてはですね、こちら帽子なんだけど、マウジーで買った帽子で、これマジで可愛いの。なんかもうモフモフしてるバケットハット、はい、こんな感じで、ちょっと今全部耳かけてかぶってるんですけど、こういう風にかぶれるので可愛いと思って買っちゃった、はい、こんな感じでですね、かぶれるんだけど、もうこれはあのマウジでラスト1点だったから、どうだろう、あるのかな、まだあるのか分かんないんだけど、これめっちゃ可愛いのね。普通にあのいろんなこういう似てるのを見てきたんだけど、もうめっちゃ可愛くって、この形とこのなんかモフモフ加減とすごい好きなんだよね、こういうの。もうちょっと頭が小さい人だったらもっとズボって多分こんな感じになると思うんだけど、私頭でかいから、鉢があるからあんまり奥まで入んないんだけど、こんな感じです。はい、これね、インスタに載せたらめちゃめちゃメッセージ来て、そう、嬉しかった。なんかこういうのね、あんまりこう帽子をかぶらないから自信なくかぶってるんだけど、めちゃめちゃ似合ってるっていうのがたくさん来たので嬉しかったですありがとうございます。私の自己肯定感をちょっと高めてくれる皆さん、ありがとうございます。感謝感謝。はい、じゃあ続いてはこちら、 GU で買ったトップスです。まあなんてことないやつなんですけど、こういう普通のなんかプルオーバーっていうのかな、全然持ってなくて、私全然それに気づかなかったんですよ。クローゼット整理してたら気づいたので買いました。はい、着るとこんな感じです。ほんと普通のなんだけど、 L サイズを買ったのでちょっと大きめです。で、これね、あのちゃんと起毛になってるんですよ。だからすっごいあったかいんですよね。で、軽いっていうのがもうめっちゃいいなと思いました。ただもうこの今履いてるズボンと超相性最悪で、もう超毛がつきます。私家に帰ってきてマジでびっくりした。何この白いのお尻にいっぱいついてるんだろうと思ったら、この繊維だったんで、下に着るやつは気をつけた方がいいかも。下のズボンとかスカートがコーデュロイ系のものだったりとかすると結構ついちゃうかもしれないなって思いました。これね、GU と GU なのに相性がマジで悪いので、ちょっとこう、ね、履くズボンを考えた方がいいかもしれない。黒はちょっと危険だなということが分かりましたはい、じゃあ続いてはこちらのワンピース買いました。これはネットに出ててすぐ欲しいなと思って買ったんだけど、そう、手の部分もこうやって二重になってて、で、ボタン式が欲しかったの。なんでかっていうと、やっぱり私首が気になるから、ここが開いてくれてるとすごいスッキリするので買いました。で、これ黒と緑っぽいようなカラーも買ったんだけど、167センチの私が着てこんな感じの丈感でした。この色かわいい。黒は着るんで今日はダークグリーンの方を着てみました。丈もちょうどいいし、色もいいし、しっかりしてるし、生地もで、なんかもうこれになんかショート丈のダウンっていうか、そういうのとか着ちゃえばもうすぐさっと出かけられるので、2着買いました。このボタンになってくれてることによって、ちょっと、こことここの距離がねできるので、私はそうハイネックっていうかリブネックのね、去年買ってたんだけど、今年はこの、ボタン式の方を買いました。これ3色展開ですね。黒、白、このダークグリーンっていう感じの3色になってます。なんかこう選ぶのがめんどくさいなと思ったら、もうワンピースすぐ着ちゃう癖があるんで、そうだからすごいこれはね着やすい。こういうのでも値段は2990円なので、まあ夏に比べると高くなってるかなっていう感じはしますね。キャスケットかぶって着るのも可愛いかも。はい、じゃあ続いてはこちら、 GU でフレアジーンズを買いました。パンツですね。これがネットだけで売ってるやつだったかな。
これ丈長めのタイプなので、ちょっと低身長さんには向かないんですけど、高身長の方だったらこれ、この丈の長さすごいご納得できる、一点かなと思ったんですけど、形めっちゃ綺麗だし2490円だし、これは買ってよかったなと思ったんだけど、ただその靴との相性が合わないと、生地がほら見えるかな、ちょっと繊維がすごいついちゃうので、それだけちょっと気になるかなっていう感じがしますね。綿だからしょうがないのかなって思うんですけど、ちょっと、まあ、黒と他にねブルーの2色が出てるんですけど、 私と同じ黒を買う方だけちょっと注意してほしいなっていう風に感じました。あのデニム素材だったら本当全然さ、何上着てようが関係ないと思うんだけど、黒はやっぱりこういう問題が出てくるんで、ちょっとびっくりしちゃったかなっていう感じはしましたけど、すごい形が安いと思えないぐらい良かったんで、なんかユニクロとかだとこういう形ってあまり置いてないような気がするんですよ、私の中で。うん、なのでフレアジーンズ欲しいなと思った時に、ちょっと丈長くて足長効果もあって、でなんか私細すぎるブランドさんだと入らないから、ちょっとこうサイズがね選べるところがいいなと思ってたら GU から出てたからポチしたのって言ったら、すごい良かったんで形も、うん、これはすごいおすすめです。はい、じゃあ続いてはこちらのスウェットライクハイネックセーターです。着るとこんな感じです。まあ普通のセーターというかニットなんだけど、うん、肌触りもめっちゃ気持ちいいし、すごい使えるかなと思います。白は白でも結構あの厚みがねあるタイプなので、まあ透けづらいかなっていう感じはするんですけど、でも着た方がいいかな、なんかまあ冬にね長く着ない人っていないと思いますけど、はい、こんな感じで普通に着れるニットでした。私みたいに中に入れなくてもこうやってタランってやってここキュッてなるので、結構形も綺麗な方なんじゃないかなって思いました。はい、いいですね。私は手元がこうキュッてなってるの好きなので、いい。これ結構空張り出てる、 1,2,3,4,5,6,7,8 8色も出てるので、本当に選び放題って感じかな。ピンクとかもあるし、緑とかもあるし、この白に限らずいろいろカラーが出てるので、ぜひあのよかったらチェックしてみてください。はい、じゃあ、はい、で続いて最後がこれ、もうなんか美女と野獣の野獣ですかって感じなんだけど、マウジで激ヤバなアウターを買いました。これ激ヤバじゃない？アウターはね派手なものを買うのが好きで、もうほんと昔からヒョウ柄とかダルメシアン柄とか大好きで、よくアウターをこういうのを買うんですよ。でめっちゃ気持ちいいし軽いし、もうこれは買ってよかったなと思います。まあ、あの本当人によってはって思うかもしれないんだけど、ポッケもちゃんとついてるし深いので、結構本当いろいろ入ります。横もちゃんと切れてるので、ここも気に入ってるポイントかな。肌触りがやばい、本当に気持ちいい本当にもうなんかクマのぬいぐるみとか抱いてるような感覚になれますちょっと派手に行きたい時だけ着ようかなって感じの一着ですね。これ3色展開で、私の選んだこのブラウンっていうかこのヒョウ柄が、私が見た時は残り1点だったの。そう、ちょっとね高いんだけど買いました。そう、自分で言うのもなんなんだけど、柄物がすごいね似合うタイプの顔のタイプだからこれで今年の冬はもうアウターはいいかなって感じでした。あとはもういろいろコートとか持ってるから。はい、ということで今回は GU とその他ですねで買ったお洋服を紹介しました。何かいい商品があったらぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。